はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やっていくゲームはこちら、モモイズヒア。このゲームね、モモという女の子にね、廃屋にいた場所に連れて行かれちゃって、そこからの脱出ゲームですね。はい、ホラー要素満載の脱出ゲームになってます。それでは早速始める。さあ来ましたね。おお、ボロボロ。あ、なんか、なるほどね。こんな感じでいっぱい漁っていけばいいのね。あ、走れますね。ダッシュもジャンプもあると。そしたら、じゃあなんか漁れそうなところは片っ端から漁っていこうかなって言っても、何があるんだなんもない。あ、箱蹴れるんだ。え、この後ろとかにじゃあなのかな。あ、なんかいけるな。あったね、鍵だな。右手にうっすら見えてますね、鍵があった。あとはこの部屋は何にもないね。開きましたね。パソコンもこれなんかつけられそうですよね。なんかやればいいのか。うわ、はあ、はあ、急にキャーはないよね。これは、番号入れないとダメか。後回しだね。わかんない。たらこれは、なんか封鎖されてる。これ何？配線か。配線を探すのね。ドアは開かないと。こっちは、ダメか。よし、じゃあ配線かな、まずね。配線を探していこうかな。あったあった。オッケー。これでじゃあさっきのところやると、なんか変わった？あ、なんかついたな。パソコンか。パソコンついた。1399。あ、さっきのタッチパネルか。1399。と、オッケー、開いたー。いいですね。バシバシ進めますね。まだあれか。ももからは、何もないね。そろそろ襲ってきても、姿ね、見せない。あ、なんだ？明日か。この写真は関係ない。あ、なんだ？あ、なんか撮れた。バール？バール？あー、あれか。さっきの扉のところか。なんか封鎖されてるところあったもんね。あそこだな。これだ。あー、いった。電話？ I can see you. いや。会いたくねえよ。ねえ。じゃあそろそろ出てくんのか。もなんだ？あ、なんかワープした感じ？あ、そっか、ワープしたんだな。これは、あ、なんかあれか、電気を通さないといけない感じ。じゃあなんか集めるのかな。電気、電池とか。電池じゃねえか。あー、バッテリーかな、これ。バッテリーをここにつなげば、開かない。いくつかある。なんか、いや、不気味だな、ここ。よいしょ。時々引っかかっちゃう。まだ。これ、いくつ集めんだろうね。もっといっぱい。おっと、いたぞ。ももちゃん、いたぞ。いない？あ、いる。いたね。あ、また。電話？いや、遊びましょう的な感じ？あ、そっか、背中、背後だと意外と気づかない感じか？ね。おーっと、びっくりした。はい。
はい、びっくりした。ねえ。よし、じゃあもう一回、気を取り直していきましょう。よし、じゃあなんとなく勝手は分かったから、もうバシバシ集めていきましょう。で、桃から、電話で、いないね。よしよしよし。走ったらね、なんか捕まっちゃいそうだもんね。急に出くわしい。で、ね、あっち行っちゃったら、あった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 、あるじゃんあるじゃん。よし、今のうちに、行こう。よし、もういいのかな？まだか。あ、そっか、もう一個どっかあっち。よーし。オッケー、開いたね。おー、びっくりした。え、何？吹っ飛ばされた。天井を歩けるいや、この叫び声めっちゃ怖いな。おお、起きた起きた。あ、なんか武器を手に入れた感じ。これ、これ戦える、もしかして。違うな。持ってないや。なんか、これ。5。バツバツバツ5。バツバツ。隠れれるのか。ここでじゃあ、かくれんぼもしつつって感じなんだ。あ、なんか数字があるな。613。あ、で、さっきの5か。6135通り過ぎて、行けばいいのか。で、この配線をどっか。中で使うんだよね。どこだろう。あ、なんかここ行けるけど開かない。なんか道具持ってるとダメなのか。これか。はい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 。これで、あ、なんかパソコンつかないと。うん、どうする？隠れる。あ、いた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 。いや、これ足音が多分聞こえなくなるぐらいで出た方がいいよね、これ。さっきのところでもう結構あれだったもんね。背後だと気づかないけど、意外と近いと気づくんだよね。もう大丈夫かな。大丈夫だね。で、さっきここの机になんかあったよね。あった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 。これで、なんだろう、ああ、これか。ビリビリ言ってんの。これで、サンキュー。あ、なるほどね。なんか緑になった。ここで開くのか。よし。あー、されあされ、急げ。あ、やべやべ、桃から電話来た。やべやべ。あ、なんか、おーし、なんか手に入れたぞ。やべ、いるじゃん。どうしよう。困ったな。隠れる場所ない。え、これ、あ、ちょっとダッシュかな。ダッシュで隠れる。助かった。数字間違ってたね、やっぱね。急げ急げ。613539。あー、いたー、オッケー。これで、これ隠れる場合じゃない。なんか、え、なんもねえの？もしかして。嘘でしょ？いや、なんかあるよね。なんかあるよね。いや、マジか、なんもねえのか。よし。この後ろとかなんもないの？違う違う。来た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 。あ、めっちゃもも見てくんじゃん。あ、入ってきた。この部屋でもなんかあるよね。ないとおかしいよね。こんな、こんな、ねえ、ナンバーを入れさせる鍵をかけてんだから。
ないと変だよね。とりあえず、あった、これか、びっくりした。いや、キャーはちょっとね、びっくりした。この鍵で、あれか、今入ってったな、向こう。一回隠れるか。いったいった、あ、すげえ足早い。めっちゃ怖えな。え、これでじゃあ、さっきの鉄格子の部屋か。ダッシュして、あ、ちょっと、で、あ、こっちか。はい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 。お、行った、よし。なんか、雰囲気変わったね。なんだこれ。え、病院とかだと思ってたら、なんか全然違うね。屋敷なんだね、今度ね。そうか、異次元なのかなこれ。異次元に飛ばされちゃった感じかな。でもこれ気になるね。なんだろう。よし、じゃあとりあえず探りますか。ほこりすげえな。666669、6が5個で9、同じマジ。特になんもないな。お、なんだ、なんかやられたぞ。え、モモいた？モモいないよね。え、なになに？あ、これ穴開いてんのか。そんな罠があるんだ。へえ、あ、ここでも隠れるん。でも、いないよね、モモね。よし。じゃあ、とりあえずなんか、探りましょう。上がれるね。上がって、ここまた、違う。この番号を666669。はいはい、開いた。んで、んで、これは開かない。あ、じゃあなんか、あれか。道具を手に入れてって感じか。こっちか。開かない。何すんだ？飛び降りる？なわけないか。あ、なんか、あ、これでこじ開けんのか、さっきんところ。ね、これね。これ手でいけるだろう。なんか手に入れたけど今見えなかったな。ここの扉？違うね。なんだろう。入っちゃったけど。なんだろうな。あ、なんか、なんかあるな。変わんない。あ、でもなんかこれを、これ、レバーが他にもあるっぽいな、多分。で、それを下ろし切ったら、何かが起きるみたいな感じだね。じゃあ探そう。これ怖いな。上からドーンとか降ってこないよね。レバーが。レバー、レバー。あった。二つ、行って。これさっきの扉入れんのかな？これまだ入れないのかな？これ違うもんね。なんでこっちの、ああ、違うね。まだ、まだどっかにあんのか。あと行ってないとこってどこ？さっきの、あれか？裏？裏、そうだね。行ってみよう。パッと見ないよね。パッと見ないね。ない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 。ここは気を、あったあったあったあるじゃん。これ気をつけないとね。よし。で、もう一回さっきの扉行ってみようか。開くかな？こっちから行った方がいい。
いまいちね、こう、あ、全くの。開いた。オッケー。で、あ、なんか、あ、これ使うんだ。お、銃手に入れたね。あ、いた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 。おお。おお。うわ、すげえ怪力。吹っ飛ばされた。うわー、りゃあ。これが、何？銃で撃てってこと？やっぱそうか。あ、なるほどね。このカゴで閉じ込めるのね。はいはいはい。ロープを打つと。よいしょ。あー、閉じ込めたね。で、ここで打つのか。あ、なんか鍵？鍵だね。鍵やって。で、これでモモを、よし！モモやったね。やっつけた。とどめ。よし。これで、クリアか？ちげえじゃん。めっちゃモモいるじゃん。さあ、ダッシュでまた戻って、これで、じゃ、モモを、やっつけちゃいけないんだね。生け取ったまま、行かないと抜け出して出てくるよってことか。あれ？あれ？嘘でしょ？おぉ。ロープの下を狙うのか。うん。よし、これで、撃たずに、あー、これでクリアか。あったー。いや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 、なかなかね、怖くて面白かったですね。はい、無事クリアできました。ありがとうございました。